レスリング柴田参上。やらかした YouTuber を真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、始まりました。2018年嫌いな YouTuber 大賞、イエーイ。はい、ということで、今年も始まりました2018年嫌いな YouTuber 大賞、この企画はですね、皆さんの投票によって2018年一番嫌いになった YouTuber、 一番嫌われていた YouTuber を決める大会でございます。はい、そんな感じでして、一度皆さんからいただいた投票がおじゃんになりまして、昨日と今日丸2日間、集計をし直しました。投票をし直してもらいました。その結果ですね、応募総数が22万2543票ということで、まあ前回の投票がね、結局何票あったかは分かんないんだけれども、十分すぎるほどのサンプルを今回取り直すことができました。ということでですね、今日は、早速なんですけれども、1位から5位、今年、嫌われていた、嫌われ者 YouTuber の1位から5位をですね、5位から順番に発表していきたいと思います。はい、皆さんの嫌いな YouTuber さんは、入っているでしょうか。はい、そんな感じでですね、順番にですね発表していきたいと思います。はい、まず第5位から、投票数7181票、今年 YouTube 界の音楽を沸かせたのはこの俺さ、USA、ノンノンノン、俺は宇宙に咲く雑草だ、顔はグレイ、世界で一番ラッキーなお兄ちゃん、セイキーン、イエーイ。はい、ということで、今年の5位はですね、なんとセイキンさんになりました。まあ、雑草もヒットしたし、今もヒットしたし、ミュージックステーションとかに出て、まあすごい、テレビの方でも露出があった、まあ良くも悪くも注目されたんだよね。ということで、まあこの注目がね、なんであいつが出るねんと、なんであの顔で出れねん、なんであの歌で出れねんっていうね、まあこう注目された、なんて言うんだろうな、この反作用みたいな感じで、まあ、アンチの票が集まったんじゃないでしょうか。ちなみに弟のヒカキンは1015票、全然下の方だった、全然投票がなかった。だからやっぱね、ヒカキンとセイキン並べた時に、やっぱどっちかというとムカつくのは多分お兄ちゃんなんだろうねっていう感じでですね、セイキンさんがですね、まさかの今年まさかのランクイン5位と
なりました。特に悪いことはしてないと思うんだけどね、まあ、露出が多かったということじゃないでしょうか。はい、続きまして第4位、投票数11,747票。人生にもし退屈しているのなら俺のポエムを聞くがいい。俺がお前のやる気を奮い立たせてやるからよ。じゃんじゃん金を持ってこい。自己啓発系ナルシスト、ジョー・ブロー、イエーイ。はい、ということで、クラウドファンディングで2000万集めたことが炎上したジョー・ブログくんが、今年の4位となりました。皆さんの予想では今年1位になるんじゃないか、それとも2位か、なんて感じで、まあこうもうおそらくは優勝候補だったジョー・ブログくん、4位ですね。4位でした。まあでもね、もう急に来たね。去年なんかはもうランク外のところから急に4位っていうことで、まあそれ今年はね、やっぱね、あれだな、亀田のあれか、あれも今年か、アベマ TV でガッと上に上がって、まあ100万人越してたね。まあ最後炎上があったけれども、良くも悪くも注目されたっていうことじゃないのかね。はい、そんな感じでですね、ジョーブログさんが今年の第4位でした。では今年の第3位、投票数17,838票、パワハラ、もともとこれは俺の会社だバカ野郎、俺による俺のための配信、それが俺が俺にオンデマンドだ、何が DJ 社長だ、こちとらワンマン社長じゃい、一人になった裸の王様メグイン TV、 イエーイ。はい、ということで、こちらもですね、今年の優勝候補、今年、おそらく一番最後の炎上になったパワハラ騒動、その主役メグインさんが、今年の第3位でした。いやー、メグインさんは考えてみたら、まあ、今年いろいろあったね。100万人にこう行かなかったら引退ってかけて、でそうしたら真琴くんが加入して100万人行って、そうしたら今回の騒動でまた登録者が減りまくって100万人切るんじゃないかなっていう、なんだかんだ、YouTube を最後の最後まで盛り上げてくれた、古参勢、いやなかなかこんなにね、頑張ってる子さんはなかなかいないと思います。そんな感じで、今年もね、今年もなんだかんだで YouTube を盛り上げてくれたメグインさんが3位となりました。はい、続きまして第2位、投票数26,615票、主役を忘れていないかい、今年は炎上しなくても存在感は一番さ、甘いボイスでハートを射抜き、君の心臓はまるでドーナッツ、いやエンゼルフレンチさ、好感度ナンバーワン詐欺師ヒカール、イエーイ。はい、ということで、今年の2位はなんと、メグイン TV ジョーブログを抑えてヒカルさんとなりました。いや今年は、ヒカルくんは全く
炎上らしい炎上はしてない。むしろファンを囲うためにね、音楽活動を始めたりして、特段悪いことはやってないんだけれども、やっぱりねいろいろ鼻につくよね。でもまあ存在感はあった。なんだかんだでやっぱヒカルは再生数も持ってるし、 YouTube の中でまあ異彩を放ってるよね。うん、でやっぱね、音楽活動大して歌がうまくもないにもかかわらず偉そうに音楽活動をやってんのも、やっぱりこうアンチが鼻持ちならないよねっていう感じで、まあ、いろんな意味で注目されてて、いろんな意味でまあこう話題に事欠かない、ヒカルくんが特に炎上はしていないけど今年の2位となりました。はい、そしてですね、今年の第1位は投票数113,513票、私に食べれないものはない、トッポギだってハットグだってハジメンだって食べちゃうんだから、私の食事を邪魔するものは子猫だって許さないんだから、北の大食い女王木下優香、イエーイ。はい、ということでまさかの1位、しかも2位の光る26,615票の約5倍の差をつけて113,513票で、断トツの1位はなんと木下優香さんでした。はい、おそらくだけども組織票があると思います。まあ F5 アタックはできないけれども、おそらくはアンチ集団がみんなで頑張って1位にしたろっていうね、動きがあったんじゃないかと思いますが、まあ、そこまでのアンチの熱量を、生まれさせる、アンチを集めることができるっていうのはやっぱそういうことだよね。一番の嫌われ者っていうことだよね。一番強い、一番熱意のあるアンチを持ってるやつこそがやっぱり一番嫌われてるやつだと思うのよ。という感じで、まあいろいろ多分ね嫌われる要素はねあると思うんだよね。女性から男性から、そして大食いファンからね、まあ嫌われる要素はあると思うんだけども、まあ猫も投げたしね、まあいろんな理由で嫌われている要因を作った、木下優香さんが今年の1位となりました。はい、まあ私からね、まあ言わせてもらえばですよ、大食いコンテンツなるものは正直ね、大食いしてるところを見て楽しいなって思う視聴者しか得しないコンテンツね。大食いなんかできることは、生きてて、これ一般社会で何の役にも立たないね。なんぼいいことはないね。物をたくさん食べて全部消化するわけではなく出すわけでしょね。無駄に摂取はして無駄に食べてね、何もいいことはない。しかもなんやそのぶちかましやら腹ペコツインズやらタニヤンやらいろいろいるけれどもね、あいつら自分の食べれる量しか食べないじゃんね。昔はテレビチャンピオンとかで量を競い合ってたけど、ジャイアント城田とか、小林健とかさ、食べれる量を競い合ったけど、大食い YouTuber は自分が食べれる量を食べるだけね、競い合うことはしないぬるま湯に使ってるんですよ、ね、そんなねぬるま湯のぬるま湯世界の女王木下優香さんが、嫌いな YouTuber ランキング1位ということでですね、まあ僕はこの YouTube 界におけるこの大食いブーム、これはね早くね
終わってほしいと思ってるんで、まあ木下優香さんはちょっとね、このブーム終焉に向けてですね、ちょっとアンチを集めて頑張っていただきたいなと思います。はい、ちなみにですね、5位以下を、発表すると、捨てハゲ6774票、まあ、これは多分、信者だね、信者が名前を出してあげたいっていうことで、投票したんだと思う。でその次が俺柴田、7位だね、5200票、その次に来るのが、頼人かな、頼人が3144票。やっぱこう誰かにこう悪口をこう言ったりする、まあチャンネルとかは、まあアンチを集めるよね。でその次に来るのがカジサックで3076票、っていう感じでですね、まあ今年はまあ大荒れだったね、大荒れ。やっぱみんな多分、ジョーブログかメグインがやっぱ最後の方に炎上を起こしたから1位になると思ったよね。なんだけどやっぱね、なんて言うんだろうな、まあ、ヒカルなんかも完全アンチもそうだけども注目度だよね。やっぱ YouTube で注目されてるからこうランクインしちゃうみたいなところがあると思うんだよ、うん。で木下優香もそうだよね、やっぱ今年すごいテレビ出たじゃん。で海外で一番知られてる YouTuber、 日本の YouTuber が木下優香らしいから、まあ露出があったっていうのもあるんだと思うっていう感じで、まあなんだかんだ言って注目を集めてた人、まあ一発の炎上じゃなくてね、なんだかんだ注目を集めてた人がやっぱこの嫌いな YouTuber ランキング強いのかなと思いました。はい、私はですね今年7位か、やっぱちょっとだんだんね年々ちょっと1位から遠くなってきてるんで、最近ちょっとその柴田は本当はいい人なんじゃないか説みたいなちょっと流れてね、悪口とか言ってヒールを演じてるけども実はいい人なんじゃねみたいな感じの説が流れてるけども、そんなことないからね、本当にクズだからねっていう感じで、まあ、来年はですね僕の本当にクズなところを出していって、みんなをドン引きさせてですね、来年こそはまた1位に返り咲きたいと思います。はい、そんな感じで柴田の2018年嫌いな YouTuber 大賞でした。お疲れ様です。